はい、こんにちは。今日なんですけどね、僕、大好物の、鶏の唐揚げをちょっと今日ね、作ろうかなというふうに思います。唐揚げですね。僕ね、唐揚げほんと大好きで、実話の話。昔からね、僕、唐揚げほんと好きで。なんですけどもね、まあ、やっぱね、揚げ物ってちょっとね、もうめんどくさいじゃないですか。なんでちょっと敬遠してたんですけど、ちょっと今日は多分は一人暮らしの時も唐揚げとか作ったことなかったんで、もう多分ほぼ初めてになると思うんですけど、ちょっと作っていこうかなというふうに思います。まずはね、ニンニク、これ2かけらくらい入れますね。で、ニンニクはですね、まあ、チューブのものを入れてしまえばそっちの方が楽なんですけど、僕は、すりおろし推奨派です。唐揚げに関しては。やっぱね、唐揚げって結構ニンニクの、僕は結構ニンニクの感じがダイレクトに来る方が好きなんですよ。ガッツンとニンニクが効いてた方が好きなんで。ってなってくるとね、ニンニクはね、なんかチューブのだと変な味しますから、あれ。ニンニク、なんでだろうな、あれ。変な味しますね。2かけるほど、ちょっと。2かけほど、うわ、滑んな、これ。すりおろしを推奨します。うわ、すごいニンニクの香りが。すげえ、そしてぬるぬる。よし。OK かな。はい。で、まあ、ニンニクはすり金でおろした方がいいと思うけど、生姜はね、もういいと思います、僕、チューブで。生姜はね、味そんな変わんない、正直な話。分量適当っすね。くさ。で、醤油。適当です。醤油。やべ、入れすぎたか。まあいいですね。まあ、基本はもうこれですよ。これだけです。あと、まあちょっと塩コショウも入れときますかね。ちょっと、さささ。もうこれ、めちゃシンプル。ニンニク、生姜、酒、醤油。基本これでいきます。これをもうこうやって揉み込んでいただいてですね。でね、僕のこの考えでは、あんまね、なんていうの、置かなくてもいいんじゃねえかっていうのが僕のちょっと持論としてあって、今日はそれをちょっとこう、試してみようかなと思って。まあちょっと生姜入れすぎたかな。めちゃくちゃ。生姜よりは俺メインはニンニクであってほしいんですよね。わかります？この辺の分量結構難しくてね。で、こう揉み込んでいただいて。あんまり置く必要がない気がしてます、僕は。あっ！砂糖も入れよう。砂糖はね、別に甘くしたいわけじゃないんですけど、これを入れるとやっぱ、一味変わってきますから。砂糖は、しょっぱいものにはね、ちょっと砂糖を入れるといいんですよね。
逆に甘いものにはちょっと塩入れるといいでしょ。あれと同じ理論ですね。ちょっと砂糖入れると甘くするんじゃなくて、ね、一つのなんていうんですかね、風味というか。これでね、こう揉み込めば大体この肉がもう吸うんですよ。もう大体ほら水気吸うんですよ。さっきあんなにドボドボ入れたのにもかかわらず吸うんで、そんな長時間漬け込まなくてもいい気がしたんですよ。もうちょっと醤油入れますか。もうちょっと醤油は入れて、よいしょ。こんなに、なんかレシピによっては結構半日漬けましょうとか一晩漬けましょうみたいなのって結構あると思うんですけど、僕はあんまり正直そこまで漬ける必要ないのかなと思っております。で、粉なんですけどね、これどうしようかな。粉、まあ、小麦粉か片栗粉か、あるいはその両方かっていうのがあるんですよね、唐揚げにも。で、小麦粉を入れると多めにすると多分ちょっとこうふんわり系になるんですね、ベクトルが。片栗粉だとさっくり系になるんですよね。だからまあ竜田揚げっぽくなるのかな、片栗粉だけだと。両方っていうのもありなんだよ、ね、だからそれをブレンドっていう。あと卵入れるとかね、まあ、卵とか入れると多分もうちょっとこうフライドチキンっぽい感じになるんだな、かなと思うんですけど、どうしようかな。実験的に卵と小麦粉と片栗粉入れてみますかね、このまま。そんな置かなくていいです。初の揚げ物なんでね、ちょっと気が合う。どうでもいい T シャツでやります。ちょっと油入れるか。はい。必要はない気がしてます。なぜなら衣ごと揚げちゃうから。衣ごと、この違う、この漬け汁ごと衣にしちゃうから、あんまり漬け込まなくてもいい。小麦粉、そして片栗粉ですね。これね、実家の唐揚げはこのレシピじゃないんですよね。ちょっと今回実験的に変えてます、あえて。実家の唐揚げはね、もっと漬け込んで、で、汁から揚げて小麦粉をまぶして落とすんですよね、油に。だからちょっと竜田揚げっぽいんですよ。ちょっと今回変えます。卵も入れます。これで、はい、ちょっと待って、逆だった。で、はい、ちょっと混ぜますね。
もうちょっと米粉入れていいんかな。粉もうちょっと入れていいかな。粉もうちょっと入れていい気がします。こんな感じになりまして、ちょっとこうもったりしてる感じ、いいと思うんだよな。さあ、あげますか。あげますかね。さあ、これバチ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 になったら嫌だな。それがちょっと怖いんですけど。いい。ちょっと緊張します。じゃあ行きますか。行きますね。お、いい感じじゃん。感じじゃん。どうでしょうね。あ、やっぱでも衣の感じがやっぱちゃいますね。ちょっとフライドチキンっぽいというか、いい感じですね。で、これちょっと一回揚げます。二度揚げしようかな。一回揚げますね、これぐらいになったら。一回揚げまして、ちょっとこれ余熱で火を通します。そういう高等テクをちょっと使う。
じゃないですか。なんかあんま油も跳ねないし、いいな。今のとこ順調っすね。いい感じ。こんがりですね、こんがり。なんかでも意外と簡単だな。まあちょっと油の処理とかがめんどくさいかもしれないけど。じゃあちょっと一回あげます。じゃあ二度揚げの工程にちょっと油の温度を上げまして、うわーいい感じじゃんこれ。結構やべ、レモン切り忘れてた。二度揚げいきます。でもだいぶうまそうじゃないこれ。なんか普通にお惣菜の、お惣菜屋の唐揚げみたい。うわ飛ぶね、バチバチ。うまそう。揚げ物うまいな俺。
揚げ物うまいかもしらんな。はい、ということで、はい、上がりました。上手に上がりましたね。ということで、さあ、あとはお味がね、味が、味付けがいかにっていう感じなんですけどね。まあ、でもだいぶ見た目はいいぞ。見た目はこの上なくいい。店の唐揚げみたいやもん、本当に。見てこれ、めちゃ見た目はいいぞ。ちょっとご飯、ビールでしょ。ということで、いただきます。見た目はだいぶいい感じだと思います。いただきます。うまっ。やば、マジうまい。やばいぞこれ、うまい。肉もプリプリジューシー。うん、うまっ。何これ、あかんあかんあかん、これマジうまい。暑いね、やっぱ夏場に揚げ物ってちょっと暑いんですけど、やっぱその暑い揚げ物をやった後にこのビールっていうのは最高ですね。でね、味付けこれ完璧、マジで完璧、言うことない。塩加減もだし、ニンニクと生姜の感じもマジで言うことがない、本当に。で、この揚げ具合、揚げ具合もちょうどいい。これ多分これ以上やると多分ね硬くなっちゃう、肉が。ちょうどいいジューシーな、うまっ。あっか、熱々、うまっ。本当に美味しい、本当に美味しいです。これは大成功。ただね、一つ言えるのは、やっぱ衣がね、ちょっと小麦粉ベースだったから、ちょっとねふわっとしすぎかな。俺もっとサクサクの方が好きだから、衣をもうちょっとこう片栗粉多めにした方が良かったかもしれん。うまっ。うん、そこだけ反省点。でも今回ね、片栗粉より多分小麦粉の方がいっぱい入れたんだよね。だから最後、あ、ちょっともうちょっと粉足そうってなった時に、小麦粉じゃなくて片栗粉足してたらもうちょっと良かったかもしれないですね。まあでもこの辺は完全に好みですね。ふかふかな感じ、ちょっとふっくらした方が好きな人はもう これドンピシャだと思う。俺はもうちょっと衣のサクッと感が、サクッみたいな、カリッカリッみたいなのが、熱っ、マジうまい。あ、うまいね。
でね、正直ね、これ今日やってみて思ったけど、あ、何日も、何時間も、つける必要ないっすね、多分。うん。ない。うまっ。マジでうまい、これは。本当に美味しい。思ったより簡単だったね。うん。なんか揚げ物ってハードル高いイメージあるんですけど、別にやってみればそんなに。うんまんまんまん。で、ちょっと漬け込む話で今思い出したんですけど、なんかね、漬け込みすぎると変なし塩分じゃないですか、醤油とか味付けるものって。で、塩分だから肉の水分を奪っちゃって肉がパサつくっていうような話聞いたことあるんですよ、あんま漬け込みすぎると。うん、だからなんかあんまりあれかもね、漬け込みは漬け込むほどいいみたいな、そういう感じでもないかもしれない。特にこのやり方だとこの味付けたこの調味液も一緒に衣にしちゃってるから、衣にも味が付いてるわけですね、うん、ってなると余計なんか漬け込む必要はあんまりなく、かつジューシーに仕上がる。めちゃめちゃジューシー、めっちゃ柔らかいもん。うまいわ。ほぼ漬け込んでない。あー、うまっ。俺唐揚げ好きだからよく YouTube とかでも動画見たことあるんですけど、まあいろんなレシピがあります、唐揚げ一つにとっても、うん、一つとってもね。でもね、僕が結構印象的だったのは、東京は西麻布だかどっかで賛否両論っていうあの和食屋をやってる人がいて、その人が言ってたレシピだと、ニンニクも生姜も使わない。最初鶏肉をこう鶏肉に酒をかけて揉み込ん でその後醤油をトポトポトポっとこうちょっとつけて、それだけ。味付けもそれだけで、漬け込みもしないっていう唐揚げをやってて、もうほんとシンプルなやつ。こういうのもあるんだと思って、うん、十分だ。なんか唐揚げのレシピって言うといろいろさ、調味料もさいっぱいね、まあ、例えばウェイパーとか入れる人もいると思うんだけど、俺あれ邪道だと思うわ、うん、ウェイパーとか入れるのは邪道だと思う、違う違う。十分よ、醤油、酒、ニンニク、生姜だけでもう十分、これ最低限、これだけで。うまっ。量が多いね、これさすがに 300g ぐらいあるから。
うまっ、マジでうまいですこれ。やっぱセンスがあるな俺はな、味付けも。幸せや。ごちそうさまです。ちょっと4個ぐらい余りましたけど、これは後で食べます。ちょっと今お腹いっぱいになっちゃった。